はい、どうもご視聴いただきあざまるです。え？いや、違う。あ、これ。はい、ということでね、今回はね、あ、そっか、持ってるのか。そうだよ。ごめんごめん。気づいてる今。大丈夫そう、大丈夫。これ何の企画か気づいてる？わかんないね。大丈夫？何？あ、いいの？ああ、出ちゃったね、これ。これ呼ばれちゃったね。何の企画？わかってないんだ。怖い。何？こっちへ、なんとちっちゃい時のあなたになってまーす。わーい。わーい。もうちょっとしたら出るから。マッチが始まったら出るから。まだ出てないけど。マッチが始まったらかわいいちゃんの時のかわいいかわいいちっちゃい時の写真が載るんだね。そうだね。そうそう。かわいいかはちょっとわかんないけど。あ？そう。あ、なんでもないよ。オッケー。ってことで。いや、俺もこの状態ではまだ見てないから。うん。そう。まあでもまあね。あ、確かに。よっぽど、まあ、かわいいちゃんでしょ、名前。名前ごめん、聞いていい？かわいいちゃんだよね。あ、でもよーむそむさぞさぞかわいいと思うから。やめて、レベル上げるのやめて。ね、楽しみで仕方ない。俺も動画、え、なに、もう始まれるの？もう始まってる。もうそろそろ次らへんからもう立ち絵がいつもの立ち絵じゃない。待って、降りたよ。え、どこ行った？待って、降りたよ。どこ？え、だってピン刺しがさ、 あ、俺赤ちゃんだからさ。あー、そうだね。そうだよ、そうだよ。え、でもあまるくんこれ勝てるかな。こっちに勝てるよ。大丈夫大丈夫。そっち行こうか。赤ちゃんの声やばいな。オッケー。全然赤ちゃんじゃないやん。こっち行こう。こっち行こう、うん。え、これさ、うん、土地ちっちゃい時だからちゃんと赤ちゃんの真似しないといけないの？あ、かえちゃんはしていいよ。俺もするから。あ、しようぜ。じゃあ、じゃあ今からね。オッケー、よーい、スタート。かえちゃん、かえちゃん。いや、違う。いや、俺こんな感じ。俺ちっちゃい時からこの声やね。ああ、それはごめんな。せやで。そういう声の人もおるもん。うん、せやね。安心して。わーい。え、かえちゃんはさ、どんな子だったの？ちっちゃい時。ちっちゃい時どんな子だった？あ、そう。カエルを。え？カエルを丸めて遊んでた。いや、お前マジやばい。マジやばい。え、でもさ、ちっちゃい時ってさ、一番残酷よね、そのやっぱり。ね、そう。そういうところからなんか学んでいくよね。そうだね。うん、え、違うんだよ。あの、なんだろう、丸めて痛めつけてやろうっていうやつじゃなくて、はいはいはい、好きだから、うん、まんまるまんまるってして、うん、違う。あ、もうマジで怖いわ。今後の付き合い方考える。ちょっと俺だってあれだよ、俺も無邪気だったけどそこまでしたことない。多分ね、うん、やんなかったと思う、普通の人なら。俺はもうなんかちっちゃい時だから、うん、なんかアリひたすら殺してて。いや、同じじゃん。そう、いや、でもそれで、先生に怒られたの俺。アリを殺しちゃダメって。それで俺は性を学んだよね。あ、ダメなんだって、そこで。あ、そういうことね。そう、そこで学べた。あ、こういうのはダメなんだって。そう、なるほど。え、でも会長教えてくれる人いなかった。いや、こう、お前じゃあ今もやるやん。じゃあ、いや、違う、今はさ、もうさ、分かってるじゃん。大丈夫？気持ち悪いなっていうのが分かってるじゃん。そこ？じゃあ可愛いやつ丸めたりせんよね。大丈夫？大丈夫。怖いわ。大丈夫だよ。昨日とか何してたの？昨日？うん、昨日はちょっと、なんだろう、トカゲ。あ、してる。あ、してるやん。ダメだ、怖っ。 あれ怖いよ。カエルじゃなかったらいいんじゃない？ダメだよ、カエルがダメなわけじゃなくて丸めることがダメなのね。なんだ、今教えとるわ俺。先生やん。なんで？それは初めて知った。なんで逆にいなかったの、今まで教えてくれる人。いなかったの、やっぱちっちゃい時。あ、なんか悲しそう。大丈夫、大丈夫かな。大丈夫。ちっちゃい時だって、うん、カエルが大丈夫、可愛かったんだもん。あー、わかんない、怖。アナルサーの怖いわ。え、そこら辺さ、プリツとかアッキー教えてくんないの？うん、やっぱりちゃんは、うん、かいちゃん、かいちゃんのままでええやで。ダメだからね。言ってくれるから。いや、言ってくれるからじゃないよ。ダメだよ、うん、ダメなことはダメって伝えることが優しさだからね。ダメなの？ダメだよ。なんでダメなの？だから生き物だからだよ。あ、そういうこと？バカじゃん。脳みそ入ってる？あー、なるほどね、そういうことね。多分脳みそちっちゃい時のままやん、大きさ。理解。大きさとシワの多さ。やっぱシワって作りたくないじゃん。まあ、女の子だからさ。脳みそはいいけどね、あった方がって言うけどね。じゃあ初恋の話しましょう。ああ、はいはいはい。あ、でも初恋っていつ？私は、うん、
高校生っす。えマジで言ってる？マジ俺普通に小学生ぐらいだと思う。えー、みんなそう言うじゃないですか。え待って待って、小学生の時一人もいなかったの？好きな人いなかった。えマジか。いなかった。なんで？なんで？え一人ぐらい普通さできない？やっぱね、できるはずなのにできなかった。じゃあ何、どういう人が好きになったの？それはきっかけは、きっかけ高校、高校高 1？ 高2ぐらい。え待って待って、中学は？じゃあ中学はいなかった。望み高いんじゃない？あーそういうこと。イケメンのハードルが多分高い。高いよね。え、待って、そんなことないけどな。え、じゃあそう好きになった人は何なん？そのさ、よっぽど高いさ、うん、ハードルというかさ、それを踏み越えて好きになった人はどんな感じなの？どんな感じだったっけな。なんか、うん、めっちゃクソだった。やばいやばいやばい。意味わからん。お前意味わからん。今んとこ。なんか、うん、いいとか、良くないかで言われたら、はいはい、良くないけど、まあでも私は好きだった。え、だからどういうとこにさ、惹かれたの？なんだろうね。え、でもさ、あれじゃん、好きになった人は好きになったみたいな。あ、でもさ、きっかけがあるやん、好きになった。こういうとこが好きみたいな。優しいとこが好きとかさ。あ、確かに確かに。そうだわ、それだわ、多分。雑。定期だ。雑じゃないよ、これ。覚えてないの？初恋の人のこと。覚え、あんま覚えてない。え、その初恋どうなったの結局？え、その初恋、うん、は普通に一回付き合ったけど、うんうんうん、別れた。あー、付き合ってみて別れたんだ。分かったんだ、うん、その分かった、ダメさが。ダメさが分かった。なるほどね。名前は？いや、名前やなんで名前まで教えんときの。あ、ダメなの。もういいよ、この話は。あ、自然に聞けば言ってくれるかもしれない、うん。え、でもアマレさんは初恋の人どんな感じだった？俺は小学生で、でめっちゃ仲良くて、でも俺小学校の時って付き合うとかなんか分かんなくて、うん、確かに。だからなんだろう、付き合ったりとかはなかったのよ、もちろん。うわー、なんかそういうのマジで俺ほんと疎くて、遅い、うん、遅くて俺多分そういうの。待って、ゲップ出そう。うん、うん、大丈夫そう？うん、うん、大丈夫。うん、大丈夫そう？うん、出してもいいから。あー、オッケー、うん、分かった。今のじゃないよね、今のトーンで。違う、あ、違う、今の誤射。アナルサード。いや、なんか、付き合うとかなくて。なるほど。で、なるほどね。おいおいおい、聞いてねえだろ、お前。もうちょっと聞く姿勢持て。聞く姿勢ないやつのやつね、今の。今の速さ。マドンナだったの？早い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 。クラスのマドンナで。言ってねえし。可愛かったのね。うん、可愛かった。ちょっと背低かったんだ。背はそんなでもねえ。ちゃんと答えてくれる。で、結局付き合ったりはしてないけど、んー、なんかそうだったね、好きだったかな。で、後々聞いたら、なんか、うん、同窓会とかでさ、なんか実は付き合ってたんだよね、うん、みたいな聞いて。え、どういうこと？めっちゃビビる。え、その普通に遊んでた友達とかが、うん、実は彼女いたみたいな、その小学校の時。みたいな。お前、え、彼女いたのみたいな。それはビビる。ビビるよね。痛いです。あ、遠。痛いです。結構遠い俺ら今。助けてください。予想してるより遠いよ。大丈夫？あ、ほんまや、うん、なんでそんな遠い？早かったね、行くの。ガンガン。もうプリッツと同じなんよ、その速さ、速度。ちゃんとついてきてよ。受け継いちゃってる。ついていくわ、ちょっと待って。ちゃんと受け継いでる。俺今ちっちゃいから待って、立ち。あ、そうだ。あ、やばい、溺れちゃう。ちっちゃいから溺れる。助けて。メリー頑張って。アマルくん、アマルくんならいけるよ。はい。はい、あとなんかちっちゃい時エピソードないの？こんな私こういう子でした、親からさ昔こういうことしてたよって。え、なんだろうな。え、めっちゃゲームしてた。でも、え、ゲーム、うん、へえ、ゲームは好きだった。何してたの？ゲーム何してたんだろう。ポケモンめっちゃハマってた。あー、ポケモンか。あ、そうで、なんか小学校の時とかに、はいはいはい、ポケモンごっこっていうのがあって、うんうん、私とトレーナーしかやったことないんだけど、はいはいはい、他の友達をポケモンに見立っててやって行け、ピカチュウとか言って、うん、行かせてた。あ、だからピカチュウだったの最初？そういうこと？いやいや、私トレーナーしかやってない。あ、そっか。だからポケモンゲームっていう、うん、イコール奴隷ゲームみたいな。えぐ、今度それやろうぜ。そんなおもろい遊びやったんや。そうや。ねえな、今度やればいいじゃん、6時で。ポケモンゲーム？そう。いやだ、あれはもう黒歴史でしかないから。そうなんや。逆にさ、逆転してさ、カエちゃんとナナちゃんがトレーナーでプリスだって刺激すればいいよ。確かに。いけって言って、いけピカチュウ。でもそれおもろそうだ。ちょっとおもろそうよね、しかも実写で、実写でね。シュールやな、絶対。ねえ、でもカエちゃんの、あ、待ってて、痛い痛い痛い、助けてカエ、助けて。待ってよ、あれ。やっぱな、ほら、違う、ちっちゃいからさ、手がちっちゃいよね、今俺。頑張って。俺、頑張れです。逃
げたから起こしに。ありがとうございます。あぶね、大丈夫ですか。タラちゃん、タラちゃん、あーやられちゃった。甘えてなんで死んでるの。あー逃げた。甘えくん死ぬもんいら。うまいね。まあ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 ね、立ち上ぶ、あ、かわいいのね。すごい、うまい。何でもないよ。大丈夫そう。大丈夫？危ないよ。敵いるよ。立ちぶって何？いや、違う違う。間違えた今。痛。ごめん。ちょっと腕、痛いな今。腕が痛い今。腕が痛いならしょうがないね。そう。ごめんごめんごめん。腕ぶっ壊れてるよ今。なんで？そう。いや、なんかね、折れちゃって。危ない！頑張れ！ナイスナイス！オッケー、ナイス！ナイスナイスナイス。いいね。マジで。うまいね。さすがカエちゃんや。まあね。さすがやで。まあね。いいね。まあね。あ、いいね。まあね。その言い方いいね。どういうこと？何の企画これで。だから立ち絵がちっちゃい時の絵っていうのはもうそもそもみんな見たいことや。あ、それが企画ない。そうだよ。企画ない。それが企画よ。そんな企画やってるやついる？いないからね。協力してくれてありがとうね。いいよ。優しいね。そうやろ。さすがにいないかなと思ったんだけど、いてよかったわ。やってくれる人。やってくれる人。アッキーしか。そう。さすがにいないだろうと思って。いたわ、優しい子が。やっぱ優しいって有名だからさ。あ、敵いるから危ない。ねえねえ、優しいってさ。あ、やって、危ない。ほら見て、行こう行こう。死ね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 。間違えた。死ねって言ってない俺に。気のせいならいいんだけど。言ってない。間違えた。うん、言ってない。間違えたって言ってるし。言ってない。言ってない。大丈夫。うん、大丈夫だよ。やばっ、やばいやばい。ちょっと待って待って。あ、本当に死んだわ。本当に死んだよ。これでいい。うん、死んでくれてありがとう。うん、ご希望に添えてよかった。ちょっとカエちゃんだけ生き延びて。分かった、頑張れ。立ち絵使えなくなっちゃう。大丈夫そう。やば、頑張れ。ゴクゴ、あ、あー、なになに、泣き声が分かんない。待って、ここって回復できないの。あということでね、この企画が一応ね、術つなぎ方式なので、次の方を呼んでいただいて、その方と撮るっていう企画なので、次の方、そうね、はい、誰紹介していただけますか。え、マジかよ、はい、え、でもフリティンやってくれそうだけど、うん、マジカさんとかもやってくれそう。あ、確かに。あ、じゃあ次マジカで。マジカ、次マジカさん。はい、はい、マジカさんよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。